はいどうも、リキャンプの中ちゃんです。今日もですね、早速練習していきたいと思います。今日はですね、10月1日土曜日ですね。いやめちゃめちゃいい天気ですよ。ほらもう岩木さんもバッチリ見えてますね。で、まあ前々回の反省も踏まえて、今日はですね、コミネのプロテクター入りのジャケット着てきました。ただ茶化しな私はですね、あの前回ここ足やったところ、足のですねプロテクター忘れてきました。なので今日はですね、ちょっとあまり無理しないような練習していきたいと思います。やります。はい、調子に乗りました。でも今日はですね、土と草の上で良かったですけど、まだ左側行っちゃったのでね、痛い、まだ痛いんですここ。いや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 、やっぱ調子乗るとダメで、土。いや今日はまだ諦めませんよ、もうちょっと。はい、痛い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 。はい、というわけでですね、まあ仕事の前の練習なんで、今日はこの辺で勘弁しておいてやりますが、いや泥だらけだ。
いや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 、いいね、セロ君、いい具合に汚れてきたね。いやでもちょっとプロテクター忘れてきたのがですね、まあ反省してねえなっつうのがちょっと悔やまれますけども、案の定ですねこけました。ただ土と草の上でよかったなと思います。これがまたアスファルトの上だったらね、また同じところ大怪我してるところでした。いや次回のまた反省点ですね、忘れ物をしない最後までご視聴ありがとうございました。